続いての特捜級チーム筑後版もこの久留米についてです。はい、大手化粧品メーカー資生堂が先週久留米市の新工場を公開しました。国内6カ所目の工場を久留米市に建設した理由とは。資生堂福岡久留米工場のオープンです。久留米市の東部田主丸町に完成した資生堂の九州初の工場。ペイペイドームがすっぽり入る9万7千平方メートルの広大な敷地におよそ450億円かけて建設されました。主力ブランドエリクシールの化粧水や乳液などの生産を今後年間1億4000万個まで引き上げる予定です。本年創業150周年を迎えています。その非常に記念すべき節目の年にこのような形で新しい工場が竣工し、次の150年に向かって大きな一歩を進めることができるという意味でも非常に意義深いものであるというふうに感じています。工場では最新のロボットや業界初のリニアモーター駆動の梱包装置を導入。機械が製品の線を締めたり箱詰めをしたりするため、一部の製品は生産性がこれまでの3倍に向上するといいます。コロナの拡大による販売低迷で2020年12月期に最終赤字に転落した資生堂ですが、海外の化粧品の需要拡大を追い風にこの工場を輸出の主要拠点にする考えです。中国やアジアにどんどん出ていってます。そういった意味で、まあ、日本国内のみならずアジアへの窓口っていうのはやっぱり福岡の存在大きいなと前から思ってましたので、まあ、そこに交通アクセスが良くて近いところに工場、それからこの地域が、まあ、水の質も非常にいいですし、そしてまた同時にこんな成長された素晴らしいこの工業団地が、まあ、すでにあって、一方で工場の本格稼働に期待を寄せているのは地元の高校。本年度もぜひ本校に求人票を頂戴できればと思っております。ちなみに先生は資生堂の化粧品をお使いになったりは。はい、使っております。今月本格稼働する資生堂の久留米工場、地元が期待しているのは雇用です。1000人近くの雇用の中で久留米市と浮屋市を優先して雇用をしていただけませんでしょうか。努力しましょうということで約束をしていただいて最優先にしていただきました。地元からはすでに180人の従業員が採用されていて、最終的には1000人程度の雇用が生まれる予定です。こちらは工場の近くにある浮羽工業高校。この3年間で4人が資生堂に採用されました。昨年度それから一昨年度と求人票を頂戴いたしておりますので、まあ、本年度もぜひ本校に求人票を頂戴できればと思っております。いっぱい来ればいいですね。そうですね、期待しております。雇用の他に地元が期待しているのは観光。資生堂は来年から久留米工場の見学ツアーを実施する予定です。日本のものづくりはすごく興味関心が高いので、海外の人たち、もう例えば中国のインバウンドの人がまた来るようになったとしてもね、こういうところ見れますよって言ったらかなり興味持たれると思います。もっと活性化していきたい、いろんなことを盛り上げていきたいと思われてるみたいですから、ぜひお役に立ちたいなと思いますね。資生堂の工場は今後筑後経済にどんな影響を与えるのか、現場を取材した曽山さんにこの後詳しく解説してもらいます。曽山さんにたっぷりとここから聞いていこうと思いますけどもいつ撮ったんですかちょっとしれっと撮らせてもらったんですこう現場取材されて何をお感じになりましたか。いや本当にね、この工場ができたところはですね、ちょっと前まで本当にのどかな田園地帯というかね、だったんですけども、まあ、次々と工場ができて、まあ、最後の仕上げというかね、資生堂のこの大きな工場ができたわけですけれども、
記者会見があったカフェテリアもね、はいはい、大きなガラス窓にはミノレンザンを借景にしてですね、本当におしゃれな空間で、まあ、もちろんあの生産設備は最新なんですけれども、まあ、資生堂の社長がね、世界最先端の工場とおっしゃったように、まあ、ここでね働いてみたいなという方がね、増えてるっていうのはね、なんとなく分かりました、うんうん、まさにそこの雇用面でいうと、うん、地元への経済効果、まあ、地元への効果っていうのは大きいですよね、まあ、雇用は大きいですよね、あの地元を優先して採用してるっていうふうにおっしゃってました、まあ、当初は250人ぐらいの規模で始まるそうなんですが、最終的には800なんか900人ぐらいね、うん、の従業員の方が働くというふうに聞いていますけれども、まあ、地元でこれまでね就職したくてもできなかった方々がね、まあ、資生堂とかに就職することで地元で家庭を持って子育てをするということになるとね、うん、まあ、地元のにぎわいとか人口減にも歯止めがかかるでしょうから、本当にいろんな効果が期待できると思います。そして地元の PR という面でいうと、曽山さんが気になったものが工場の中にあったということで、 その写真を2枚用意していただいています、はいはい、こちらのがね、かすり、久留米かすりですね、はい、久留米かすりのタペストリーで、非常に大きな立派なものがね、地元の会社の方が納品したというふうに聞いてます。工場ないですよね、はい、これ。そうですね。でこちらの方が城島瓦なんですが、これは工場の内部なんですけれども、ちょっと外の方にもね、瓦が使われてまして、まあ、久留米筑後のね伝統工芸もですね、しっかり PR できるというか、アピールできる、実感できる工場だなというふうに思いました。なるほど、はい。で資生堂というのは今海外に7工場ありまして、久留米市は国内でいうと6カ所目ということになりますが、今主要メーカーが国内に回帰する動きというのが広がっているんです。はい、国内の主要メーカー見てみますと、キヤノンが事務機器の生産を2025年までに国内へ移管する予定です。でアイリスオーヤマは一昨年マスクを国内生産に切り替えたほか、家電の生産強化として2025年に岡山県に新しい工場を作るとしています。資生堂も含め、山さん、これなぜ国内回帰の動きが広がっているんでしょうか。まあ、メイドインジャパンの、ね、信頼性が世界的に高いというのはもちろんあるんですけれども、日本ブランド、そうですね、はい、日本で作られている日本、うん、メイドインジャパンというね、あと一方ですね、あとこれまでですね、日本の製造業は中国とか東南アジアにね生産拠点を設けて、賃金の安いところで生産をして、まあ、出荷していくという流れがあったんですが、はい、最近はですね、中国や東南アジアの賃金水準も、まあ、次第に上がってきて、まあ、日本とそう大きく変わらないというようなレベルになってきていると、うん、となるとね、やはりその安心感のある国内でというような流れがまだできてきているということだと思うんですよね。コロナ禍っていうのは関係あるんですか。そうですね、コロナ禍もそうなんですけど、世界的にまあサプライチェーンのまあリスク、供給もあるわけですよね、はい、うん、なので、まあ、日本にも国内にも生産拠点を作って、海外の生産と国内の生産のまあ再編というかね、を今進めているのかなというふうに思いますね。まあ、海外工場が止まるその煽りを受けないようにという面もあると思うんですけど、 はい、その中でこう地元経済の波及効果が期待されるこの資生堂の久留米工場なんですけど、はい、どんな拠点にこうなっていくべきと思われますか。そうですね、まあ、やっぱりですね、資生堂といえばまあ化粧品ですので、まあ、美と健康ツーリズムの拠点に、ね、なっていくのではないかなというふうに思います。さっきあったように、このビューティープラネットという、ね、見学施設は来年の春に、まあ、動き出すというふうに聞いてますけれども、まあ、これ動き出したらですね、そういう、まあ、化粧品とか、まあ、美容とかにね、関心のある方がですね、国内だけじゃなく海外からもね、この地域に訪れるんではないかというふうに思います。もともとこのエリアはね、まあ、水も豊かで、先ほど言ったミノレン山とか筑後川ね、はい、まあ、豊かな自然もあるし、温泉もあるしね、うん、こういう、まあ、豊かなフルーツ、まあ、食も豊かなんですよね、あと近く の、 人気の道の駅の浮葉、浮葉道の駅ですね、はい、ここには来年の夏にマリオットという外資系のホテルができる予定になってますけれども、うん、そうなるとこの浮葉、久留米一帯がですね、まあ、美と健康のツーリズムのエリアになっていくのかなというふうに期待しております。工場の稼働で天から千里ということですけど、あえて短く課題を言うなら何かありますか。まあ、新しい工場、資生堂はね、まあ、これが立ち上がる工場なので、まあ、本当に世界に通じる品質の、ね、商品を作るためにやっぱ人材の教育、それと、まあ、先ほど言いましたように工場集積進んでるんで、優秀な人材を、ね、切れ目なく採用していくということも大切なことだと思います。課題かなというふうに思いますけどね、はい、ここまで特捜9チームでした。